一級、スルホンアミドの一般構造式サルファ薬とは、スルホンアミドに NR2V を持つ合成抗菌剤、化学療法薬の総称。生物由来ではないため、合成物質とは呼ばれない。サルファ剤とも呼ばれる。サルファ薬は、溶酸性合成系のうちジヒドロプテロイン酸、合成酵素の基質である、パラアミノ安息酵酸に、構造的に類似しており、競争阻害物質として、 ジヒドロプテロイン酸合成を阻害する。これにより陽酸代謝物であるテトラヒドロ陽酸の細胞内供給を決定的に不足させ、結果的にプリンとチミジンの新規合成を停止させることによって病原微生物の DNA 合成と RNA 合成を阻害し、精菌的に作用する。細菌のみならず、新菌や原虫にも効果を示すが、人は 洋酸の生合成系を書いているため、サルファ薬は病原体にのみ、選択的に作用する。ジヒドロプテイロイン酸合成酵素が変異を起こし、ババ親和性が変化することにより、耐性菌が出現する。細菌が一種類のサルファ薬に対して耐性を獲得すると、他のサルファ薬に対しても耐性を示すようになり、これを交差耐性という。単独で使用すると、 耐性菌が出現しやすいこと、また、相乗効果が期待できることから、サルファ薬は、陽酸活性化阻害薬と併用されることが多い。プロカインは分解されると、パバを生じるため、プロカインとの併用では、サルファ薬の作用は低下する。食品安全委員会の、食品を介して、人の健康に影響を及ぼす細菌に対する、抗菌性物質の重要度のランク付けについてでは、 スルファメトキサゾール、トリメトプリムがランク2に位置づけられている。日本において動物用医薬品として承認されているものとしては、配合剤であるものを含めると、スルファジメトキシン、スルファモノメトキシン、スルフイソキサゾール、スルファドキシン、スルファメトキサゾール、スルファジアジン、スルファクロルピリダジンナトリウム、スルファメラジンナトリウムがある。1935年、 ドイツのゲルハルトドマクが染料のプロントジルにコーマラリア作用があることを発見した。また、自分の娘が排血症を起こした時、プロントジルを投与し命を救った。その後、プロントジルの持つスルフォン管に抗菌作用のあることが判明し、次々とサルファ薬が開発された。ドマクは後にプロントジルの開発によって、1939年の ノーベル医学賞を受賞した、サルファ薬の一つ、スルファジメトキシン、ありがとうございます。